支援ソングとして作られまして、震災犠牲者の苦しみ、悲しみ、無念さが歌われているのですが、曲の後半は復興の願いや希望、そして震災で受けた心の傷を癒す祈りが込められています。それでは、一言お祈りをして始めたいと思います。愛する神様、今日私たちに健康を与えてくださり、またこのような素晴らしい集会を持ってまたお食事がいただけることを心から感謝します。西南学院グリクラブの多くの皆さんがお忙しい中こうして、私たちのために歌ってくださることをありがとうございます。このために準備してくださった方、また材料を調達してくださった方、祈りを積んでくださった方、皆さんに神様の祝福が豊かにありますように感謝して、イエス様の御名によってお願いします。アーメン。それでは早速始めたいと思います。石村さん、祝福をよろしくお願いします。
Do, do.